前回はですね、鈴書房の森田さんという、この本を出してくれた編集者の人に来てもらって、そこに座って、なんかいろいろ話をしていただきまして、ちょっと長いかなみたいな感じがありましたけど、いろいろ話が聞けて面白かったんですが、彼は今日は来ていただいてない、美鈴書房のですね、忘年会があるらしいですね。だから、忘年会優先されてしまいまして、こちら、編集長かなんかで重要なんです。ポストにいらっしゃるので、そちらを優先していただきまして、今回はいらっしゃいません。その代わりの方に後でお話をいただこうと思うんですが、そういうこともありまして、今日は前回は即売会というか本も売ったりもしましたけども、それも特になくて、シンプルに行いたいと思いますが、前回ですね、森田さんが、少し安くいつもより売ってもらって、そしたら全部売れたと言ってくださいましてですね、やったっていう感じがありまして、皆さん本当に毎度ありがとうございます。そんなことでですね、前回に続いて、今回、ね、前回導入と、イントロダクションということで、先ほど吉嗣さんからお話がありましたように、外観的なあるいは翻訳の裏話的なことでも、お話ししたりしたわけですが、それからあと作品を眺めてみたりとか、あるいは、一番重要なのはですね、ビターアクティバというタイトルですね、つまりこの本のテーマ設定、ビターアクティバとビターコンテンプラティバと、活動的性と感傷的性という、そういう対比がありまして、それをアレントがどう考えているかと。普通考えますと、ね、ビタアクティバって言ってるわけだから、ビタコンテンプラティバ、感傷的性の方はあまり論じられないというふうにも一見見えるわけですが、実は影の主役は、そちらであると、感傷的性というのが古代で重んじられていたけれどもと、伝統的に、重んじられてきたけれども、近代になってからその権威が、失墜して無意味なものになり下がるという、そういうある意味感傷的性にとっての悲劇的なことが起こる、近代の大きな出来事であるというか、そういう問題がですね、この本の中にはテーマとして秘められていると。それは第6章で出てくるので、そちらをお話しするときにまた第4回ということになりますけども、もう少しお話をしたいと思いますけども、そういうことをお話したりしました。それとあと、活動的性には、今日からお話を始めますけども、働くことと作ることとなすこと、労働、政策、行為というのが、基本的に配されているわけですけども、考えること、伝見と思考というのは、それの範囲外にあるというので、それについてはあまりやりませんよみたいなことをアレントが言っていると、序論からもそれも書いてあると、最後もちょっとそういう終わり方をしていると。しかし実は、非常に、考えることについてアレントは重視していることは間違いなくて、とにかく我々が日々やっていることを考えることがこの本の内容そのものになっているわけですから、当然のことながら哲学者アレントはですね、考えることというのを終始、大事にして、いろんな形で論じていると、目次なんかからしてもそういうことがよくわかるというようなことをお話ししました。教訓として引き出されるのは、表向きアレントが言っていることをあまり鵜呑みにしない方が良いと。皮肉屋、稀に見る皮肉屋ですから、どこまで本気で、ね、どこまで真面目に、どこまで、その信用していいかよくわかんないようなところが、彼女の発言にはありますので、注意した方が良いだろうと。これからもその教訓をですね、大事にしていきたいと思いますが、ですから少し差し引いて考えた方がいいとかいろいろ言うんですが、しかしそれでもですね、この、アレントの本の基本的な区別というのは、いくら重んじてもね、重んじすぎることはないというぐらい重要なところがあると思います。でいろんな区別がありますけども、この、今日配布した星木すどめの文章の最初にですね、いろんな区別が出てくるとかって、公的なもの、私的なものとかですね、自然と世界とかもいろいろあります。その中でもやはり、労働、政策、行為の区別は重要なので、これは
馬鹿正直にですね、その区別の大事さを理解すべく努めてみたいと、そういうふうに思います。ですから今回はその話を、したいと思ってやってまいりました。で特にですね、働くことと作ることということなので、労働と政策とを分けるということがどういうことなのかということを考えたいんですが、まあ、でもどうしてもそこにですね、なすこと行為というのも入ってきますので、その三つどもえの関係をですね、考えていくということになります。そのもったいない云々の文章はそういうことについて書いてあるんですが、あらかじめ言っておきますと、進行で言いますとね、今どこやってるかっていうと、もう2の、最後あの途中まで今行ってきて、2の値なんですけど、3と4が中心です。で3で、今言った3つのね、活動的性のあり方の区分についての基本的なことを抑えると。でそれで4ですね、4で特に労働と政策の区別から見えてくることというのを考えるという話になります。今回のテーマは働くことと作ることというふうにしましたが、どちらかというとですね、一番重きを置かれるのは働くことになります。労働の話が主です。でこれはいろんなことからですね、労働っていうのがアレントのこの本絡みで出てきますので、それをやはり最初に見ておくのが重要であろうということからきます。そんなことで、進めていきますが、あ、すいません、まだそうでした。1の終わりのところしかしない。ようやくこれから2ですかね。その3と4が本論なんですけども、そこに行く前にですね、前回と今回の橋渡しをすると。で前回、序論と第1章をやるっていうような話だったんですが、なかなかですね、そのあまり立ち入った話はできなかったんで、特に序論をですね、第4回に取っとくみたいなことを言いましたけれども、少し考え直して、今日ちょっとその辺もう少し付き合ってみようかなというふうに思いました。どうしてかと言いますと、そのレジュメに書いてきましたが、ある参加者からですね、前回終わった後にですね、なんていうか感想をいただきまして、人間の条件と活動的性というのが違うと。でその人間の条件よりも活動的性の方がドイツ語で屈折に富んでいて皮肉が効いているみたいなことをお話したと思います。ただその違いがあまりはっきりと具体的に分からなかったので、もう少しその辺が分かるといいなみたいなことを要望をお聞きしました。そうかということでですね、具体的に少し見てみようというので、それで人間の条件のですね、プロローグを今回お配りして、それ読み比べていただければいいなと思います。でこれは全部やったらもうそれだけで終わってしまいますから、切りがないので、本当に僕それだけをお話ししますが、後でね読んでもらえると、まあ、いいかなと思います。活動的性の序論というのを一方で読んで、他方でこの人間の条件のプロローグを読みますと、その違いは、もうおのずと分かるといいますか、分量がそもそも、ね、違いますね。序論の活動的性は結構長いので、どうしても長くなってしまいますけども、人間条件のプロローグは、簡潔に訳したというわけでもなくてですね、普通に訳してこういう分量になりました。後で少しお話しますけど、この筑摩から出ているですね、清水駿役という優れた役がありますけども、そちらで読んでいただいても構わないんですが、役者が同じなので活動的性の序論とこの今回配ったプロローグの役を読み比べれば、まさにその対比が分かってもらえるんじゃないかと思って配っているわけです。それでいろいろ違いは見て取れますけれども、そうですね、3点ですね、注目してみたいなというふうに思います。一つはですね、その活動的性の方がなんかくどいっていうか、なんか持って回ってるみたいな、要するに
け足してるわけですね。英語版ですっきり書いてるところになんかごちゃごちゃ書いてるみたいなところがあります。でしかもそれがなかなかの味わい深いといいますか、なるほどそういうことかというような付け足しも本質的な負荷っていうのがねあるわけです。で その、まあ、典型的なと思われる箇所はですね、この翻訳プロローグの方で言うと、2ページになりましたかね。いろんな資料があって何だかは私もよく分かってないんですけど、3ページかな、いやいや、そうではないですね。第5段落ですから2ページですね。2ページの問題は一人に我々の新しい科学的技術的知識をこの方向に使うことを我々は果たして望んでいるか、ここにある。この問題は科学的手段によっては決定的な、それは第一の成績問題であり、したがって専門の科学者や専門の政治家の決定に委ねることはできそうもないと、というようなくだりがありますが、要するにこれはすっきりしている文章の方ですね。でドイツ語の方で5ページということになる、お持ちの方は5ページを見ていただければ、大事なところはそのレジュメにも書いておいていたので、こちらをご覧いただいてもいいんですけれども、何を言ってるかといいますと、この20世紀の半ば過ぎのですね、自然科学から科学技術の動向の中で生命テクノロジーというのが盛んになってきて、人工的に生命を作り出すというようなことをやり出す、あるいは人間をですね、種として改造して超人を作ると、人間の現状の能力以上の存在を生命工学的にですね作り出そうという、そういう野望をですね科学技術者が抱き始めていたと。でそのいろんなことがあって21世紀の今日でもそういう問題っていうのは常に浮上しては消えたり、あるいはまたそれが大問題になったりとかやってますね。ちょっと前で言いますとクローン問題っていうのがありました。クローン人間を作ってどう思うという、まさにそれと同じようなことをですねこの本書かれていた当時から議論がありまして、それに対してアレントがこういうコメントをしているわけです。それをそういうことをやっていいのかどうなのかみたいな話です。でそれに関してその序論の中で、これは5ページのですね2行目ですかね、そういうことをやっていいかどうか、この問題は科学の枠組みの中で答えることは決してできない。ここまではですね、英語版とほとんど同じ論述だったんですが、その次です。それどころか科学の枠組みの中では有意義な問いとして立てることすら一度としてない。なぜなら一旦踏み入れた道はどんな道でも最後の最後までたどるという鉄則が科学の本質には潜んでいるからであると。ここですね。これは非常に印象的なフレーズで、科学というのは、あるいは科学技術テクノロジーというのはですね、やる可能性のあることはとことんやろうとすると。これはもう、科学者、まさにそれを開発する側としてはもうやることをもう何ていうか傾向をつけられてるといいますか、本質としてるというか、だからやらないってことは要するにその科学者ではないっていうか、そういうところがあると。もうそれがアレントの考えるところの科学の本質には潜んでいると、ただそれでじゃあいいのかと、もうだからやるしかないねっていうことなのかというと、そうではありません。そうではなくて、まさに第一級の政治的な問題であってポリティカルな問題であってですね、つまり、市民が、ね、素人の人たちがどうすべきかをいろんな形で議論し合って、で合意を得て何かをやる、あるいはやらないということをそこでみんなで決定すると、そういう公共の議論で、ね、決めるべき事柄であると。科学者だけで決めるようなことではなくて、それとは別に、専門家でない者たちの中での、ね、合意形成というのがあるかどうか、それは決定的に重要なのだと、専門だから自分は関係ないではなくて、専門でないがゆえに、素人であるがゆえに、市民として
誰でもそれについて発言し考え議論するということが重要であるということを言っているわけですね。でこ の, あ の, その科学の本質、ね、やるところまでやるぞっていう、まあ、これはおそらく実感としては、ね、原子力技術のですね、その教訓ということを念頭に置いてアレントはこういうことを書いていると思いますけれども、それ以外にも、まあ、みたいなことはあると。これはまさにドイツ語版ならではの味わいのあるところだと思います。まあ、ドイツ語版だけがいいっていうふうに言うとバランスが悪いので、そうじゃない面もあるっていう例としてですね、その次に挙げてきましたけれども、今見た次の段落にですね、英語版の方を見ますと、科学の偉大な勝利の最初のヤブヘビ的効果、これブーメランエフェクツってですね、英語版になってます。でドイツ語版で言いますとね、リュック・シュラーゲという表現があって、反動、あるいは跳ね返りというふうにも訳せるかもしれませんが、それをまさに英語ではブーメランエフェクツと言いますから、そちらの方がやぶへび的な感じがよく出ていてですね、味わい深いという、そういう逆に英語版の方にもそれなりの良さがある場合もあるわけです。それからもう一箇所ですね、これ前回お話ししたところと被るんですけども、あるいはつながるんですが、第8段、違う、9段落ですかね、違う、10段落ですかね、10段落から11段落にかけてのことです。英語版の11段落に我々が行っていることっていうのがありまして、それは前回導入の時にこの話したように、ドイツ語版では活動をしている時我々は何をしているかというふうになっています。その一つ手前で言いますと、英語版では、今気づきました。すいません。こういうことがあるなと思いました。この人間の条件の試訳っていうのを皆さんにお配りした、これはですね、古い版でした。データが古い版でした。私今回、この講座をするために、もう一回訳し直して、もう少し磨きをかけた訳を作ったんです。それはぴったり A4 で4枚に入って、その後の注釈とかはないすっきりとしたものがあったんですけども、それをデータを送ったはずが古いものを送っていたみたいで、それを今回、配ってしまってるっていうのが今分かりました。申し訳ありません。残念です。とっても残念。残念ですので、次回もう遅いんですけど配り直したいと思います。それでちょっとなんか変だったと思うんですが、それはいいとして、いずれにしてもですね、そうするとこっちの自分で見た方がいいのかな、活動的性ではね、活動しているとき我々は一体何をしているかをじっくり考えることというふうな記述になっているところが、英語版のそのまま対応箇所を見ますと、あっさりと、ね、我々が行っていることを考えることだけの文章ですね。で、なんかちょっとドイツ語版がそのくどいっていうのは、それ見てもはっきりと分かるということと、あともう一つはですね、皮肉が効いてるって言いますか、我々が行っていることを考えることって言えばスッと入りますがね、我々が活動をしているとき、我々は一体何をしているかっていうのは、前回も言いましたように、活動してるんでしょっていうふうに答えたくなるわけですよね。アレントはしかし、その活動とはどういうことなんですかということを聞き返す。分かってるつもりで分かってないでしょということを言いたいわけです。何をしているのか、働いたり、物を作ったり、行為したりしてるっていう。そこからさまざま分析されてくることがあるでしょうと、そういうことを考えるんですよっていう話なんですね。だから
分かってるんじゃなくて実は分かってなかったっていうことが分かるっていう、そういう哲学的な皮肉がですね、このドイツ語のですね、書き方からは浮かび上がってくるということがあります。そういう違いをですね、見て取ることができると思います。その他にもいろいろちょっと私訳が違ったのを送ったのでちょっとがっかりしちゃってるんですけど、でも序論に関してはプロログと序論の対比に関しては以上ということにしたいと思います。で私はこのドイツ語版からの翻訳一生懸命やったつもりで、そうしますとですね、なんかこの森田さんがいろいろ宣伝文句を考えてくれて、英語版の一種の分かりにくさは、ドイツ語版で解消されたみたいなのが書いてあって、そういう宣伝文句がありますよね。これ本当なのかなと私は分からないところがあるんですが、つまりどういうことかと言いますと、英語版には英語版の良さがあり、ね、その英語版を最初に訳した清水さんの訳はなかなか立派なものがあるということが言いたいわけです。そういう、ね、どちらも大事というふうに私は思ってますし、ずっとこの翻訳に私もお世話になりました。皆さんもお世話になった人多いと思うんですね。でそのことに関してちょっとね良い機会なので、たまたま今回ですねこの本の編集に関わった方にいらしていただいてますので、熊沢さんにお越しいただいております。熊沢さんは筑摩書房の編集者でいらっしゃいまして、この人間の条件をこの文庫に入れるにあたって尽力された編集者の方です。でその他アレントの翻訳、この文庫でねいくつか出てます。それから、私の恩師であった渡辺二郎先生のヒューマニズムについての書簡という優れた訳を筑摩書房のこの文庫に入れた時に渡辺先生の担当の編集者をされたのも熊沢さんで、その他渡辺先生の本もいっぱい筑摩から出していただいて、挙句の果てにっていうんですかね渡辺先生亡くなられた後に著作集っていうのが出たんですけども、全12巻、ね、1巻600ページ700ページという恐ろしい、ね、タイプの著作12巻を筑摩書房から出していただいた時に一番中心になってやっていたのがこの熊沢さんでいらっしゃいます。この間まで社長されているようですけど今は顧問ということで不利な立場になっていらっしゃるようなので、今日ぜひお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。どうも筑摩書房の熊沢です。何か真打の前の前座で話をするつもりで来たんですが、なんか話の間に割って入るとは思っておりませんでした。あまりご迷惑をかけないようにしたいと思いますが、森さんとのお付き合いは今お話をいただいた渡辺二郎先生の著作集に関わるあたりからですから、2008年9年ぐらいからでしょうかね。今6、7年というお付き合いです。この活動的性についてはですね、私が一つの大きな力になっておりまして、ミスズの森田さんがあまり催促をしないもんですから、私が一生懸命森さんに催促をしていたという、そういう関係でもありました。商売畑のように、ね、よくそういうところでしていただき、ありがとうございました。私が作ったのはこの文庫ですね、人間の条件の文庫なんですけど、文庫っていうのは必ず元版があります。オリジナル版がね、でそれ筑摩書房で出してたわけじゃないんですね。単行本はですね、中央公論社から出ていました。筑摩書房でこれ出したのが94年ですね、1994年、でした。ですからそれから今20年ちょっと経ってますが、30何ずりで、おそらく8万部ぐらい、このやつで、この形買ったので31ずりですか、はい、8万近く多分売れてると思います。桁が違います。20年間ですからね、売れ続けています。そういうものをですね、よその出版社は普通はくれません。中央公論社はなぜくれたのかということが非常に、
大きな問題なんですが、この元版がですね、出たのが1973年でした。ですから私が文庫化した時20年ちょっとやっぱり経っていたわけですね。その時に、この本、売れたり読まれたりした形跡がおそらく全くなかったと言ってもいいと思います。中央頃に聞いたわけじゃないんですが、すぐくれました。絶版になっていて、傍聴がありましてですね、同じ時期に美術書房が全体主義の起源というのを出します。これが72年ですね。で、これを作った編集者に聞きますと全く売れた形跡がなかったと、言っていました。全体主義の起源でもそうです。アイヒマンもその前に出ましたが、売れた気配がなかった。で、ミスの偉いところは、それでもずっと長い間持ち続けているところですね。中国論はすぐ捨ててしまって私に言ってくれたと、いうことになります。そのですね、1973年と私の出した94年の間に一体何が起こったのかということが一番大きな問題なんですが、なんでそもそも中央公論から出たのでしょうかね。これはですね、出版社のカラーとも言えるものです。中央公論その時は一種の、保守的な政治学者を集めて、論陣を張っていたわけですね。岩波の世界なんかと全く違うような方向に行っていました。ですから そういう中央公論で出るということは、アーレントをですね、一種の保守的文化人として、理解したのではないかと思います。で、おそらくその通りで、アーレントはナチズムも全体主義としましたけれども、ロシア革命のボルシェミズムも全体主義としました。だから、いわゆるリベラルから左派系の文化人たちにとっては、危険な思想家というふうに多分思われていたんだと思います。それが私が出した94年には、89年にベルリンの壁が崩壊し、91年にソ連邦が解体しますね。だから、そういう政治的な大きな変動があってですね、おそらく本当のですね、テキストに向かうという姿勢がそこで生まれてきたんだと思います。ですから、ここからは自慢話になりますが、私がたまたまそれに目をつけてですね、文庫化したおかげで、アーレントはですね、人気者になったというか、元よりそういう読まれるべきものだったんですけれどもね、そういう文脈付けができたということが、非常に大きかったというふうに思います。編集者っていうのは自分の力の何倍もの仕事ができるっていう、これが一つの証明だと思います。はい。ということで、あまり長くお話してもいけませんから、真摯にマイクを譲ることにします。どうもありがとうございました。一つ質問がある。質問質問はいい。これその私今回ね、ずっと1994年の第一類を愛用して読んでたんですが、ちょっとこの新しいの買おうと思って買ってみましたら、まさに31類でね、すごいなと思ったんですけども、この帯のね、この帯のこの宣伝って言いますか、この写真は有名なタバコ吸ってるなんか怖そうなアレントなんですけども、この横にですね、思考で世界は変えられるっていうそのフレーズがありますけど、これはどなたが考えた？おそらく僕じゃないかな。よく覚えてないです。映画化に絡んでですね、帯をつけろって言われて、そんなことをじゃなかったかと思いますが、私もなんか野田さんからいい写真がないですかって聞かれたことがあって、なかったんですけどね。最近そういうすぐ前のことを忘れてしまうんで、いろいろ忘れてしまいますが、そうだったんじゃないかな。あるいは宣伝部の女の子が考えたのかもしれません。そうですか。好きで読んでいましたから、これでいいですかって言われたのかもしれません。ほとんど9割何部は編集で書きますが、これはフェア用の
企画の帯なんで、宣伝課が作ってることもありますね。私これ間違ってると思うんですよね思考で世界が変えられるってあれんと言ってないっていうふうに思うので、ちょっとそういう気がした。それはどう帯っていうのは正しいのも大事なんですが、心象膨大っていうジャックなんですね。わかります。はい、ご注意ください。よく僕も間違った帯は書きますけれど。マシャルだったら多少の誇張はいいですね。まあ、あちこち質問されるとちょっと。まあそんなところだと思います。はい。はい、失礼しました。まあ、とても魅力的なそういうコピーだと思いますし、そういう面も一方ではもちろんあるんだと思うんですね。ただ表向きはアレントは、まあ、そういうことは言わない、思考は何にもやりません、何にも生み出しませんっていうことを、まあ、延々ととくとくと語るわけですよね。 でもそういうことを言っている思考の人アレントに力がみなぎってるっていうことはこれは否めません。でいろんなことがそこから変わっていくってことももちろん当然あるわけです。ですからそのアレントが思考には何の意味もないんだってあえて言っていること自体が、まあ、一種の皮肉っていうふうに捉えますと、その裏があるっていうことを的確に捉えてるコピーだというのを言えると思います。編集者でもいいかもしれない、はい、ありがとうございました。はい、今回のゲスト熊澤さんに来ていただきまして、次回はですね、もうゲストという以上にですね、ずっと隣にいてますか、矢野久美子さんに来ていただくことになってますので、2人で対談形式で、やりますので、寂しくなくていいんですが、一人でやってますと、寂しくなっちゃうので、まあ、そういう風になったりして、このプロローグの翻訳のコピーを今お願いしましたので、後で皆さんのお手元に訂正版といいますか最新版といいますか、それをお渡しできる、今日中にお渡しできるということに、なりそうです。ありがとうございます。はい、それでいよいよ今日の 本番といいますか本論というところに入りますが、3番ですね。働くことと作ることがテーマですが、やはりなすことっていうのを含めてこの3つのアクティビティですか、定期回転ですね、活動的な在り方の対比区別をですね、最初やっぱり学ばなければならないと思います。で、それは第5章まで入ってしまいますし、第5章については次回第3回でですね、また改めて詳しく、まあ、詳しく書かないかもしれませんが、本質大事なところを抑えたいと思っています。ただ、そういうのも含めて第3章第4章第5章の章立てにそもそもなっているこの区別立てを考えてみたいと思います。でこれについてはですね、またその序論というのがプロローグが出てくるんですが、まあ、活動的性の方で、見てみますが、序論の方にですね、もう早速その区別についての言及がありまして、第11段落かな、全く初歩的な区分っていうですね、これなんかディアラエレメンターステングリーデルンゲングリーデルンゲンって言いますとですね、最上級最大級ですかね、最も初歩的基本的で誰にでも分かると、子供でも分かるっていう、そういう意味の誇張表現ですね、まあ、そこまで、英語版ではされてなくて The most elementary articulations と、これエレメンタリーっていうのは基本的っていうふうに訳すと、まあ、普通なんですけども、アレントの込めてる感じはですね、教科書に書いてある的な意味でのエレメンタリーっていうか、そういう意味だと思うんですね。だから初歩的って訳す方がなんかむしろかなっている気がするんですが、そういうふうにアレントはこの区別を切り出しています。でまさにその調子で第本論の第1章の第1節でですね、労働とはこういうもんだ、政策とはこういうもんだと、行為とはこういうもんだっていうふうに順番にですね説明されます。
もう羅列して、ね、初めからそういう区別で分かってるでしょ的なノリで始めるわけです。で、それを初めて読む側はこれは何かと、何にもよく分かんないままね、当たり前のように話が進んでいてちょっとついていけないっていうわけで拒否反応を示す人も出てくるぐらいの、そういうちょっと不親切なところがあると思うんですね。これどういうことかというと、まあ、いろんな考えができますが、最初に関門があると、この関門を越えないと進めないっていうか、 でもその関門がクリアできると何とかいけるっていうか、読者を試してるっていうですね、そういうちょっと存在なところが あるような形跡もあります。まあアレントほどじゃないかもしれませんけど、似たようなねケースで、今思い出しましたけど、ニーチェの書いたサラトストラはこう言ったっていう本がありますが、一番最初ね、第一部の最初の方に三段の変化っていうのがありまして、ね、魂というのは最初ラクダで、次はライオンで、最後子供になるんだっていう、なんかそういうふうな話をいきなりするわけですね、サラトストラで。なんだこれはって言って、やっぱよくわかんない、謎々かけてるみたい。まあ、謎々っていうのは本当に謎々で、オイディプスのですね、スフィンクスの謎っていう話をまさになぞらえてニーチェは書いてるわけですよね。つまり朝に4本足、昼間に2本足、夕方に3本足の動物って何っていうあれですね、その謎なの。で、誰も解けなかったね。誰も解けなくてみんなスフィンクスに食べられちゃったみたいな。で、そのオイディプスは、ね、賢いオイディプスはその謎を解いて、それは人間だって言って、それでその突破したって言いますか、でスフィンクスがあれって言ってですね、その退散退治されたっていう、そういう話ですよね。で、まあ、それにおそらくなぞらえてニーチェはそういう三段の変化っていうふうに言っていて、なんかよくわかんない、ね、最終段階子供っていうのは行き着くところですね、まあ、ニーチェの永遠回帰思想というところまで暗示しているというふうに考えますと、本当に本の最後まで、最後読んでようやく分かるか分かんないかみたいなことが最初に出てるっていうふうにもなってまして、ある意味ね、不親切極まりないと言いますか、まさに読者を試して、この謎が解けなかったら、ね、あなたはこの本読めませんよ、誰にもでも読めるが誰にも読めない本って言って、ニーチェがね書いた、そういう面白い始まりがあります。それと同じようなところがあるんじゃないかなって思うんですね。だからこの3つの区別を突破しないと先に進めないんですよ。なので、どうしてもこれはですね、突破しないといけません。で、アレントは本当に人をバカにしたようにですね、知ってるでしょこんな初歩的な区別って、知らないのみたいな感じでですね言うわけですよ。本当にそういう人の悪いところがあるんですが、その皮肉をですね、なんとかこちらで跳ね返さなければいけません。いずれにしてもですね、こういう区別を、まあ、アレントのことを知っている人は区別するかもしれません。それ以外の人は全くしないって言いますか、そんな区別知らないよと、知らないよどころじゃありませんね、そういう区別はしてはいけませんっていうのが今の世の中の普通のあり方です。つまりそういう差別はよくありませんって言われる、みんな一緒でしょ、一緒でなきゃダメなんですよと、ね、区別差別なんていうのがあるんだったらそれはなくしていきましょうっていうのが世の中の趨勢ですね。それと反対のことをあえて言っているから非常に違和感があるわけです。人間のやってることをですね、なんか区別して下手をすると、ね、ランクをつけてるみたいに見えるわけですよ。そういうことは許しませんっていう今の世の中に、まあ、挑戦しているようなところがあるわけですね。そのぐらいのつもりで実際読まなきゃいけないと思うんですね。つまり世の中で普通に言われていることは反対のことを、あるいはニーチェの言葉を使いますと、まさに反時代的にあえて言っていると、その反時代性を自覚的に、ね、引き受けなければいけないわけです。そうじゃなければなんだこれはって、全然違うじゃないかって、ね、投げちゃうみたいな。だからまさにそこにそれ以上入っていけないということに、あるいはそれに対して反発しか覚えない、こういうことになるわけですね。そこにある一つの大きなですね、関門といいますか、あるいは我々が普通に常識的に、あるいは子供の時から教わっていること、
何かと言いますと、この世の中すべて平等である、万物は平等である、人間もみんな平等である、人間のやってることもみんな平等であって、そこに差別を設けてはいけませんっていう、この平等思想ですね。これは非常にその近代に特有の考え方だと。そういうことを言うこと自体がですね、何あなた言ってんのって言われるようなことなんですけれども、あなた差別主義者ですかってことになるんですが、ちょっとそういうあのことは、なんていうかな、括弧に入れていただいて、近代的に普通にそういうふうに言われていることがあるとして、それを一体、ね、どういうふうに、ね、受け止めるべきかというふうにですね、問いを立ててみると。人間が平等であるということのですね、その大元にはあらゆるもの、ね、この世界宇宙はある意味みんな同じ、ね、差別なき、ね、一様な均一な、ね、構造であり物質的世界が広がっていて、昔の人だったらば上にあるのは、ね、その天上界にあるのは、ね、気高い、ね、神々しいもので、下の方にある、地の下にですね、うごめいているのは卑しいものであると。で、我々は卑しい存在で、ね、人間に資すべきものであって、それだけである。それに対してそうではない、天上の世界は、その尊い世界があるんだみたいなですね、こういう上下の区別、ヒエラルキーといいますね、あるいはヒエラルキアといいますが、そういう身分的な区別といいますか、序列、ね、秩序、ね、そういうようなものを、ね、近代以前の、人間のさまざまな社会はほとんど、ね、みんな持ってたわけです、そういう観念。これは多分例外ないという、そうだと思いますね。でその観念の、最たるものに位置づけられるのが神です。だから一番上の存在、そういう上下の序列を前提として物事を区別して理解するっていう、そういう大きな世界観があるとして、ずっとですね、いろんな形で人間はですね、その中にも違いはあるにしろ、多かれ少なかれそういうふうな考え方をとっていたと。そうではないんだと。宇宙は全部無差別であり、人間の間にも区別なんかないのだ、みんな一緒だと、平等だっていうことを言い始めたのは、まさに近代という時代ならではだと思うんですね。それが、ね、当時は非常に革新的な、ね、新しい考え方であったのが、まさに近代という時代が広がるにつれて、まさに普通の常識的な考え方になって、もうそれが、まあ、イデオロギーって言っていいかどうか分かりませんが、共通の理解になっていると。近代化ということの根本にはそのような平等主義的な考え方があると思われます。で、その人間の やってることも、ね、身分とか階級とかですね、あるいは職業に規制なんかありませんみたいな話で、そういうふうな近代的な社会が、ね、成り立っていると、今私が言ってるのもいいとか悪いとかじゃなくてですね、そういう近代の大きな動向を捉えた場合に、ね、それ全部区別して大きな特徴としてそういうものがあるだろうというふうにことを言っているにすぎません。でそういうふうにですね、むしろ差別をなくすことが、我々にとって大事なことであるというふうに叫ばれているのは近代的な動向だとして、そうじゃないことをですね、公然と言い出した哲学がですね、名乗りを上げたというふうに私はもう理解します。何かと言いますと、そこに書いてきましたが、ハイデガーですね、アレントの先生のマルティン・ハイデガーという哲学者は存在論的差異ということを言いました。オントロギシャ・ディフェレンツって、まあ、ちょっと怖い難しそうな言い方ですけど、要するにですね、物があることということと、これはハイデガーの哲学のいろはなので、今更そんなこと言うなっていう人もいるかもしれませんが、そうでない人もいると思いますので、あえてね、あるということと、ね、それとあるものと
さまざまな存在するものが、それは別にその、具体的なものに限らずですね、S は P であるとかですね、まあ、そういうふうな形で、その観念の中で出てくるようなものも、そういうのも含めてあるもの、さまざまなものがある、あるというふうに言えるようなものが、あって、そういうものに我々関わって、ね、なんかいろんなことをやってるわけですが、それに対してそれと違う、ね、あるということ、そのこと、こちらが哲学的に決定的に重要であって、このことを考えるのが、ね、哲学の中心、存在論であるという。で昔、ね、古代ギリシャ以来、それが哲学の中心問題、根本問題であって、それをもう一回、ね、やっていくんだっていう、そういう存在論の、ね、復興ののろしをハイデガーが挙げたときにですね、この存在するものではなくて、存在するということ、このことをですね、在にですね、区別して、ね、その区別が大事だってやったわけです。もちろん似たような区別っていうふうに言っちゃいますとですね、ハイデガーは怒るかもしれませんが、昔から哲学者たちがやってまして、ね、個々の、ね、ものに対して、プラトンで言いますとイデア、理想的なもの、美しいものがあるとして美そのものとかですね、いうようなことを哲学の、ね、テーマにしたとかいうことがありまして、それとの関係なども気になるところですが、ハイデガーが言うには、ね、プラトンも、ね、いろいろやったけどここまではちゃんと、ね、明確化してなかった、区別が足らなかったっていう、プラトンもアリストテレスもそうだ、近代、古代から近代までの哲学みんなそうだ、自分はそれをやるんだ、そういう一種の存在論的区別、あるいは存在論的差異、持っていますと存在論的な差別の思想をですね、打ち出したわけです。でこれはちょっとそういうのをその文脈から切り離して遠い目で見ていますと、まさに、ね、近代において無差別が大事って言ってるのに対して差別を、ね、表立って言い出したっていう、そういうですね、宣言のようなところがあると思うんですね。そうしますと、あ、ハイデガーは差別主義者なのかと分かったって思っていたりして、つまり最近もですね、ハイデガーが昔書いたノートの中に、反ユダヤ主義についての、ね、発言があると、ハイデガーはやっぱり差別主義者だみたいな議論をですね、今してる人がいたり、まあ、するわけなんで、まさになんかそういうことなのかっていうことに、まあ、なりかねない話ではあります。私が思うのはですね、まあ、そういうことを言うんだったらオントロギーしてディフェレンツ、ね、っていうのはまさにそういう差別ということを問題にする、哲学的に問題にする、そういう議論であって、そこから外れなければいけないと、まあ、もちろん反ユダヤ主義はどうでもいい問題だと言ってるわけではありません、大事な問題かもしれませんが、哲学としてやる場合にはそこまで一旦ですね、戻ってやるべきだと思うんですね。でハイデガーの場合にこの存在と存在者ね、それをレベルを分けて、こっちを、まあ、オントロギッシュ、存在論的と、でこちらをオンティッシュ、存在的あるいは存在者的とかと言いますが、あるもののレベル、オンティッシュのレベルと、ね、あるということのレベル、オントロギッシュのレベルというのを分けるということを、まあ、強調するんですが、これを言うってことはですね、こっちが大事でこっちはどうでもいいっていうことを言うわけでは全然ないっていう、これがやっぱりとっても大事だと思うんですね。一見ですね、ハイデガーはこっちが大事って言ってるふうにもう読めなくもないって言いますか、そういう理解もまあ、そういうふうに返せる箇所もありますし、なんですけども、全体として見ればですね、この2つのレベルを分けることでいろんなことが見えてくると、問題がはっきり浮かび上がってくると、哲学の問題がより深くですね、突っ込んだ議論ができる、そういうための道具立てとしてこういうふうな区別をしている、ある時期のハイデガーは、まあ、少なくともしたわけ。ただその、まあ、存在と時間という本の時期ですね、主張の時期ですけども、その時にもですね、別にオンティッシュなものね、さまざまな存在者のレベルを軽んじてるっていうことを、これは断じてないわけです。だってそもそもここから話は始まるわけですから、我々がね、一人一人が存在者である、ね、存在しているものである、そ
それを、まあ、ダーザインというね、現存在というハイデガーが呼ぶわけですけども、その存在者のあり方を、ね、分析していくということをずっとやってる。それが、ね、まあ、定と時間という本の内容そのものなわけですよね。でそれがまさに存在というようなところに向かっていく理論ではありますけども、もともと元手として存在者の問題が根底に置かれていて、でそこから離れることは決してないわけです。でこのオンティシュなものを、まあ、これ実存と言ってもいいんですけども、でそういう、ね、実存的なレベルに多大な心を、もうその本全体でですね、示してやっている、ね、そういうハイデガーのやり方はですね、こっちを、ね、切り捨ててこっちを大事にするとか、ランクをつけるとか、そういうのと遠い世界でですね、立ち入った議論をやってると思うんです。 そこに面白さがある。あるいはもうその、そんなと時間を書いた直後の講義の中でオントロギシェ・ディフェレンズという言い方を定式化したハイデガーですが、その後もうこういう区別しなくなります。この区別自体をですね、むしろ疎んじるようになる。自分でやっといてね、なんか非常に無責任な感じもしないでもないんです。ハイデガーとしてはね、一旦こういう区別をしたけれども、これだけではなくてもっといろんな考え方をすることが自分の哲学だと思って、あえてそのはしごを取っ払っちゃうっていう、そういうことを、まあ、するわけですね。そうしますとね、例えば、かつてと少し違うんですが、大雑把に言いますと、ね、世界と物とかですね、そういう言葉遣いでもって似たような話をして、ね、物が個々の物がある、その中に世界なるものが現れて映し出されていて、そういう世界が込められている。世界のことを考えるためにはその物を手がかりとして考えなければならないし、で物を考えることが世界の道を開くんだっていう、そういう相互の、ね、関係などをですね、主題化する議論をしたりします。いうようなことからしてですね、区別そのものを重んじるとか差別するとかいうことではなくて、そこから見えてくる事柄を大事にするために、そういう区別をしてみると、哲学的な試みとしてやるというようなですね、差異の思想がハイデガーの場合にあるわけです。それで そこにその続きで書いていることなんですが、ちょっとこれは残念ですけど消しますね。似たようにですね、また別な形でハイデガーが区別をしている、まあ、ある意味非常に有名で重要な、ね、区別があります。それは今 その我々一人一人がそれであるところの、ね、現存在という存在者、ね、の世界内存在、ね、世界のうちにみんな存在しているっていうことを、ね、主題にしてハイデガーがいろいろ分析をしまして、そうするとですね、まあ、いろんな区別の仕方があるんですが、ある区別の仕方からすると、まあ、3つの、ね、その区別立てといいますか、構成兵器に分かれると、まあ、さっきのものあるいは事物道具でもいいんですけども、ものを気遣ってものと、ね、関わって交渉しながら、何例えばペンを書いて、ね、そのホワイトボードになんか説明をするためになんか向かってる的な、そういうものへの関わり方、まあ、建物でも何でもいいんですけど、まあ、そういうさまざまなものに関わる。ただものではなくてですね、他の同じ自分と同じ存在者、ね、まあ、現存在、他の現存在、他者へと関わる、ね、それを、まあ、少しやり方が違うので、まあ、訳語で捕虜とかって言いますけども、フィアドルゲというドイツ語で他者への関わり方という関わり方を我々は持って、生きてやっていると。でもそれだけでもなくて、自分自身の在り方を気遣いながら我々は存在している。でこういうことを言うわけですね。 なんていうことはないんですけども、これもかなり大きな影響を与えたハイデガーの考え方で、
ふうにさまざまな、ね、関係性を取りながら全体として、世界内存在は、ねまあ、気遣いと、ね、両方こういう産業のあり方をです、ね、代表させて気遣いゾルゲというそういう述語を、持ってきまして、我々現存在という存在者のあり方を、その、まあ、定義といいますか、規定するわけですけども、その気遣いというのはですね、しかしこの自己への気遣いだけではなくて他者への考慮、物への配慮を含むその多様な全体であると。で常にこれは共に働いていると。でしかもこの三者はそれぞれ独特のものだから他には還元できない。他者への配慮をですね、物と同じに一緒にはできない。でもその物への配慮や他者への考慮ともまた違った自己への関わり方というものがあるんだっていう。でそれぞれが独自性を持っているからそれぞれ重要 でこの三要を持った全体性が我々の在り方そのものなんだっていう、まあ、そういう話をするわけですね。でその場合にですね、この3つの部分がそれぞれ、ちょっとドイツ語を書かせてもらいますと、グライヒュアシュプルムリヒと言いますけれども、等根源的、その3つとも等根源的だと、等根源性、等根源的ね、グライヒュアシュプルムリヒであるというのはですね、これ間違う人がいまして、何か同じ根源を持っている、その同じ根源から出てくる3つっていうふうに解するのはこれは間違いで、どれも根源的だっていう意味です。等しく根源的だって言ってる。他にね、つまりこれが根源、これが根源的だからこっからこっちが出てくる、こっちが説明できるとか、そういったものではなくて、あるいはありとあらゆるものをですね、原子に還元して物質的に説明して、それが科学的にね唯一であるっていう、まあ、そういう説明様式とかなんかいうことではなくてですね、どれも、ね、等しい、ね、その根源性を持っているから、ね、みんな大事だと。それぞれが違う原理から成り立っている、ね、多元的なものであると、そういうことをですね、まあ、いろんな形であれハイデガーを言うんですけども、この説明の中でもね、そういうふうな観点で、まあ、論じるわけですね。でそこで出てくるグライヒ、これはですね、そのグライヒ・ビルティヒ、無差別、ね、とかっていうのではないですし、いわゆる平等っていうのとも違いますね。対等同格っていう意味です。対等同格の根源性を持っているっていう、そういうグライヒです。同等性、ね、対等性の、ね、グライハイとのその根源性というそういう意味だと思うんですが、でこの等根源的ある等根源性っていう、ハイデガーの考え方ってとても大事な、存在論的に大事なものだというふうに、哲学的に大事なものだと私は前から思っているものですけれども、まあ、その観念自体、ね、いろいろルーツがあって面白いんですけど、それちょっと置いときまして、大事なのはですね、言葉は同じじゃないけれども、アレントが言ってることも似たことであると。アレントはもちろん等根源的っていう言葉を一箇所ぐらいリターンで使ってたと思うんですけど、ちょっと今すぐ出てきませんが、別に概念としてね重んじてはいます。ただし発想は今言ったようなことで、いろんな区別をしてその多様性を、ねそれぞれ同じ権利で認めるっていう、これですね。それを表す言葉をアレントの、ね、用語の中から、出してくるとすれば、それはプルーラル、プルラールと、あるいはプルラリテートという言葉になると、複数性です、複数的と、ね言ってるものです。それで説明しますと、このアレントの
複数性という概念は、文脈としてはもう少し限定して使うべきものです。どうしてかと言いますと、そこにレジュメにも引用しておりますけども、12ページに早速ね、なんていうかな、説明が出てくるわけですが、アレントにおいて複数性というのはたった一人の人間ではなく、多数の人間がこの地上に生き、この世界に住んでいるという意味での人間の条件たる共生、相互、共同存在をまずもって表します。人間がいっぱいいる、プルーラルであると、一人ではなくて多数いる、ちくまねくでは多数性って訳されてましたけどね、私は複数性の方がいいと思いますけども、そういう意味です。だからそれは基本的に押さえておくべき。ただしそれ以上の、その射程といいますか、広がりをこのプルーラル、あるいはプルーラリテートっていう言葉を持ちうると思うんですね。まさにこういうことで、それぞれが、ね、等しく根源的で、他に変えがたい、ね、独自性を持った、そういう原理的なものが複数ある、複数の原理でもって物事を説明するということが大事だという、そういうアレントの発想の根本にあるものをですね、この複数性っていう言葉はですね、表しうるというふうに広く解釈することができるように思います。前回やりましたが、干渉的性と活動的性ね、2つあるんですけど、これもまさにアレント的にですね、両方とも、ね、等しく、根源的なわけですから、どちらをどちらに還元できないね。哲学者はもしかしてね、干渉的性の方に還元してがるかもしれないけども、それは無理な話で、あるいはアリストテレスはそういうことをやっていませんね。どちらも人間のあり方として、その原的なものを持っているわけですね。そういう意味でまさにプルーラルですが、今問題になっているその労働と政策と行為っていうのはまさにこれであると。複数的な、ね、その多元的な関係にある、あるいは多元論っていう、多元論っていう言葉はあまり使いたくはないですけども、その原初的なもの、原理的なものが複数あるっていう意味でのそのプルーラルですけども、それをさらにハイデガーの言葉に翻訳しますと、グライヒはシュプルングリヒであると、そういうふうにですね、見たいと思います。なんていうのかな、言葉遣いとしてつながってはいませんが、考え方としてハイデガーからアレントへと通じるものがまさにそこにあると思うんですね。でこれはとても大事なことだと思うんです。何事も、ね、複数のものを置いて、ね、それぞれを重んじるって言いますか、いう考え方です。さっきのね、人間の条件と活動的性の両方を大事にするっていうのもそれはおかしいですけど、いろんなレベルでそれ言いますね。人間ももちろんそうですよ。男と女とか何でも、私とあなたと何でもいいですけども、他に還元できない独自な存在であることを、ね、認めるっていうか、そういうことですけども、哲学的な説明においてもすでにそういうことが問題になると、これに重きを置いてアレントは、ね、終始やってると思うんですね。ですから、政策、労働政策行為は、ね、そういう同意同格であるというのが基本です。ところがですね、なかなかそういうふうには理解しない人が多いわけです。つまり、ね、なんかアレントは労働を軽視している、なんか政策は真ん中で行為をすごく重んじていると、行為をなんか礼賛していて、ね、労働を貶めている、労働を蔑視している、まさにそういう差別主義者だみたいな、なんかそういうふうなレッテルを貼る人が未だにいるようで、少なくとも労働よりも、ね、行為とか活動とかの方をアレントは重んじてるっていうふうにむしろ説明する、知ってる人の方が多いと思いますけども、私は根本的に間違ってたんです。それは全くそういうことはありません。等しく、ね、根源的に考えています。そういうふうに労働を軽んじて行為を重んじてるっていうふうなアレント論があるとしたら、皆さん信用しないでください。嘘です、それは。私が思うにそういうことはありえません、アレントの発想からした。
何事もバランスをとって考えることをね、重んじている。で、一見労働を軽んじているふうに見えてしまうのはなぜかと、ここが重要ですね。それは我々が、つまり近代人である我々が労働を重んじているからです。それと違うことが言われているから変な感じがする。あれとも近代人、現代人といえばそうですよ、我々の仲間ですよ。だけどなんかそこのところ突き抜けていて、そういう偏見にとらわれないで物を突き放して眺めてみようと、自分に近い考えであればあるほどそこから距離を取ってそれを公平に眺めようとします。我々と違う考え方もね、他方においてそれでもってね、バランスを取って眺めようとしますから、その距離感が、ね、労働の蔑視っていうふうに我々には見えてしまうっていうことです。でもそんなことをね、あれとは決してやっていませんし、そういうタイプの人間じゃないわけですね。問題はですね、そこで絞られるんですね。つまり労働っていうのを我々は重んじてるっていうのがそこに浮かび上がってくるわけですよ。これ一体何なのか。それはですね、その近代の枠内にいる限り見えてきません。当たり前と思ってますから。さっきの平等の話もですね、平等をどっぷり使ってますと平等だけがもう大事ってことになるんですが、そうじゃないの、みんな、ね、排除するっていうことになりかねませんが、その労働って皆さん大事にしましょう的な社会では、ね、それがもう前提になってますから、労働の問題はそのものが見えてこない。むしろね、それを距離を取って突き放して、ね、公平に見ようとするときに初めて労働の何たるかっていうのが見えてくるという意味で、非常にその立ち入った、その突っ込んだ労働論をアレントは展開していると思います。第3章ですね、それで、そちらの話に入っていきたいところなんですが、時間がもう結構経ってしまいましたね、もう半分以上過ぎてしまいました、ここでちょっと休憩を入れまして、その4に行く手前でちょっとね、お休みをします。でその、お休み後にですね、4に行く前にもったいないにもいろいろあるとかいうそのことについて少し、ね、説明をして、その後4の方に入っていきたいと思います。